出会い系サイトで会いたいと思われる男と死んでも会いたくないと思われる男について、今日は S さんに、まあ、この話をちょっとお聞きしたいなと思うんですが、S さん、出会い系サイトやったことありますか？はい、マッチングサイト使ったことあります。ありますね。まあ、僕も結構使ったことはあるんですけれども、で、その出会い系サイトっていろいろありますよね。なんかそのワクワクなんとかとか、ハッピーなんとかとか、ありますね。ミント J とか PC なんとかとか、いろいろあるんですけれども、その出会い系サイトって会える人と会えない人っていうのは、会える男と会えない男っていうのがいるんですよね、実は。男の中にはね。で、まあ、女性の場合は、結構ああいうサイトって、何ですかね、女性の方がチヤホヤされるんですよね。そうですね。男からのアプローチがすごいんですよ。まあ、男はもう下心丸出しなんで、群がってくるんですけれども、まあ、でもそんな中で、結局、出会い系サイトやってても会えなかったりとかする人って、いっぱいいるんですよね。でもそれっていうのは、その出会い系サイトで会える方法っていうのを、まあ、ちゃんと知らないから、なんか自分の本能のままに突き進んでしまうから会えないで、結局出会いも作れないっていうことになってしまうんですよね。でも出会い系サイトでちゃんと使えば、ちゃんとしたいい人との出会いがあるので、なのでそういういい使い方というか、いい出会い方をするためにも、その会いたいとまず思われないといけないと、男としてね。なんで、その会える男、会いたいと思われる男、でも死んでも会いたくないと思われる男、まあ、この違いについて、今回お話したいと思います。はい。でまずお聞きしたいんですけれども、はい、死んでも会いたくない男っていうのはどういう男でしたか？なんかそういうのありますか？やってて、ね、こいつはなんか怪しいぞっていう。あ、なんかやり取りをメールかなんかしている時で、すでに死んでも会いたくないなっていう人はやっぱりいまして、そういう人は決まってすぐに会おうとする人ですかね。なんかすぐ飲みに行こうよとか。ああ、そうですね。どれぐらいのすぐですか、それは。なんか2、3回やり取り、メールのやり取りをした時ぐらいですかね。2、3回のやり取りで会おうよって言ってくる感じですか。はい。それか、そうやってアプローチされるとどう感じます？軽い男だな。はい。なんかみんな同じことやってんじゃないの、みんなにも。ってそういう感じですか？そうですね。そうですね。そういうのはちょっと、あ、なんか会いたくないなって思います。そうですね。何も話してないのになって思いますね。なんかがっついてるなっていう感じですか？そうです。ちょっと嫌ですね、やっぱり。まあ、すぐ会おうとする男と。はい。で、なんかその、ああいうサイトって大体メールとかそういうので、コミュニケーション取るじゃないですか。はい。で、そのメールをしている中とか、その、まあ、文字でのコミュニケーションで、あ、なんかこいつちょっと、キモいなとか、そういう思ったことありますか？嫌だなっていう。いきなり、彼氏はいないのかとか、彼氏がいないのとか。暗いいないとか、こういう、いきなり聞いてくる、いきなりその彼氏がいるかいないかとかを聞いてくるようなデリカシーのない。そうですね。そういうとこはもう死んでも会いたくないと。嫌ですね。基本的にああいうサイト写真載せますからね。載ってない人もいますよね。でも、載ってない人とやりとりしないですね、私。もう写真が載ってない人はもう鼻からもう NG と、相手にしないと。はい。写真がついてるのしか探してないですね、私が前使った時は。僕もあれ写真は知ってるんですけども、写真ってあれ何個も登録できるじゃないですか、大体サイトって。そうですね。それってなんか何枚かありますか？1枚よりも2枚がいいとか。1枚でも、まともな1枚だったらいいですね。まともな、まともなっていうのはどういうことですか？これちょっと単純かもしれないんですけども、社会人ですって言った感じがちゃんとわかるような、スーツを着てる一枚ですとか、それで、一枚だったらまだいいかなって思ってますね。あとは、何枚か写真をアップロードしていても、一枚は、まあ一応その人の写真だとしても、他の何枚かが風景ばっかりだったとか、なるほど。そうなると、あまり空ばっかり見ても、
何もわからないなっていう。多少趣味が何か分かったりすることはあると思うんですけど、うん、まあ、あまり風景とかそういう写真載せてもうーんっていう犬とかね。そうですね、うん、それよりもあなたの写真を載せてよっていうことですよね。そうです、うん、あまりちょっとその人の人物像がちょっと見えないんですよね。あ、やっぱ人物像が見える写真が載ってた方がいいと。趣味は分かるけどって感じですね。はい、まあ、載ってないやつはちょっともうコミュニケーション取るかどうかすら怪しいっていうことですよね。そしたらまず、そうですね、検索すらしないですね、うん、会いたくないっていうよりか。はい、分かりました。じゃあ逆になんですけども、あ、ちょっと会いたいなって思うような男っていうのはどういう時だったりとか、どういう人だったりとかしますか。あってもいいかなっていう。そうですね、あの、自分の自己紹介の文になっちゃうんですけど、はい、自己紹介の文を、あの、何でしょうね、丁寧に書いている人ですね。うん、自己紹介が丁寧に。文章とか言えば。うん、どういう感じですか、丁寧っていうのは。あの、自分のことを、あの、謙虚に、謙虚に。ちゃんと述べていて、うんうん、あとは自分の仕事とか、過去の恋愛とか、そういったところを、もうこういった事情があって今は一人ですとか、そういう、うん、なんか言いづらいようなところもちょっと書いてあったりとかすると、うん、なるほどですね、だったら、まあ、本当になりませんけどね、そういうの、うん、したら書く気があるのとないだけは全然違うかなって思いますね、うん、丁寧なプロフィールと。丁寧なプロフィールですね。まあ、これ聞いてる人はちょっと参考にしてほしいんですけれども、今あの言われてたみたいな、その自分のまあ弱みだったりとか、なんでこのサイトに登録してやってるのかっていうのがちょっと書いてあるといいんですよね。あの、なんか彼女ができなくて、彼女に振られてとか、出会いがなくて登録してますとか、そうですね、そういう、なんか俺はすごくモテるから、モテモテで、なんかやりちんで、もうセックステクニックすごいのでバーンって書かれるよりも、そうするとうって引きますよね、ちょっと多分。そうですね。え、何こいつ自慢野郎なのみたいな。そういうよりかは、あの、実は彼女に振られてしまいまして、でな、これこれこういう理由でこのサイトに登録していい出会いがないかなって思って、やってますみたいな感じに書かれた方がおって思うってことですよね、プロフィール見て。そうですね、うん、まあ、プロフィールの書き方っていうのもまあ重要だと思うので、まあ、それを今後話していくんですけれども、他何かありますか、会いたくなる男の要素。まあ、コミュニケーション取っててでもいいですよ。そうですね、あとは焦ってない感じのする人がいいと思いますね。余裕のある人ですか。余裕のある人ですね。あの、余裕ありすぎてもちょっと嫌なんですけど、例えばその出会いは別にあるんですけど、試しに登録してみましたって書いているパターンの人が結構いるんですけど、そういう人はまず例えばメッセージ送ってもあまり続かないですね、まず。うーん、返してこなくなるっていうことですか。返してこなくなったりですね。なるほどですね。返ってこないとか、そういう人ですね、うん、難しいところですよね。多分男としては、出会いたい人がそのサイトをやってると思うんですけども、はい、でも出会いたい気持ちが強いとガツガツしすぎてしまうという男の多分場合としてはそういうジレンマになると思うんですよね。逆に余裕がありすぎると別に出会わなくてもいいやみたいな感じになっちゃうんで、使わなくてもいいじゃん そしたらっていう話になるん で、ね、多分これ聞いてる人はもう結構ガツガツいっちゃうタイプだと思うんですよね。その出会い系とかで出会いたい女の子とっていう、それが出すぎるとダメっていうことですよね。そうですね。出すぎてもダメだし、もう俺女に興味ないから別にいいよっていうのだと、お前じゃあ登録すんなよみたいな感じになるんで。本当ですね。うん、その中間ぐらいのいい感じなバランスっていうことですよね。そうですね。そう、やっぱプロフィールの写真が好みだったのって言われると嬉しいんですか。やっぱり嬉しいには嬉しいです、うん。みんなに言ってるかもしれないですよ。ああ、そうかもしれないですね。わかんないですけど、でも嬉しいは嬉しいんですよね。もちろん嬉しいです。あの、現実っていうか、普通の世界で、あの、すごい可愛いですねって言われることって、あまりないです。なるほどですね。あの、仲のいい友達だったら、あの、自信持ってとか、可愛いから自信持ってとか言ってくれたり、そういうのはあると思うんですけど、うん、あからさまに初対面で可愛いですねとかって言われることってあまりないので、うん、やっぱり言われること自体は社交辞令みたいな感じでも嬉しいですね。うん、なるほどですね。そう、まあ、これはちょっとテクニック的な話になってしまうんですけれども、
まあ、野郎どもに聞いといてほしいんですけども、はい、まあ、褒めるとしたら具体的に褒めた方が実はいいんですよね。うん、例えばそのなんか髪型のなんとかスタイルでそれ素敵でセンスいいね、僕そういうの好みなんですよって言われる方が、多分あなたの写真が好みだったのでって言われるよりも、あ、ちょっとなんかこの人見てるなっていうのが入るんです。なんかそのプロフィールの写真見たんですけど、なんか素敵な口紅のなんとか色でみたいな、化粧なんとかでみたいな、なんかちょっとしたところですよ。あ、その今つけてるピアスなんかすごい素敵だったんでセンスがある方だと思いましたみたいな、プロフィール見たんですけどっていうって言われると、お、こいつみたいな感じに多分なるんですよ。うん、まあ、これはビジネスでのいろんな交渉の場とかでも使うテクニックなんですけれども、はい、まあ、具体的に褒めてあげると、言われた方は嬉しいんですよね。で、しかもそれが自分が気にしてやってることだったらなお嬉しい。多分女性だったら髪型とか化粧だったりとか、そういうところ気使うじゃないですか、はい、アクセサリーだったりとか。でそこのなんかセンス素敵ですねみたいなこと言われたら、なんかちょっと嬉しくないですか。嬉しいですね、うん、ポイント高いですよね、うん、まあ、そういうところです。テクニック的なところで言えばね。でもこれ、はい、嘘ついちゃダメですよ。本当にそう思ったら言ってくださいねっていうことなんですけれども、うん、でまあそういうね、会いたくなる男っていうのもいるわけですよね、はい、例えばそのコミュニケーションしてて、いきなり来る人はちょっと会いたくないなっていう、ガツガツしてる人は嫌だなっていうのがあるじゃないですか、はい、どれぐらいですかね、大体どれぐらいだったらもうそろそろいいかなみたいなとかありますか。そうですね、これを言うとちょっと嫌がられるかもしれないんですけど、はい、1ヶ月ぐらいはメールのやり取りをしたいですね。ああ、まあ1ヶ月ぐらいあった方が安心かなっていう。そうですね、そうですね、私女の子はこういう人とだったら会いたいんだよとか。あ、そうですね、今まで会いたいと思った人は基本的に全体的雰囲気から好感度が高いような人とか、うんうん、日常生活が充実してますっていう感じの人にはよく会いたいと思ってましたね、うん、どういうことですか、日常生活が充実っていうのは。例えば趣味がこういうのがあってとか、うん、最近はこういうことがあってとか、うん、会った時の人物がなんか想像しやすいような感じだと会いたいですね。なるほどですね。その辺はプロフィールだったりとか、やり取りで見えるとか、写真、ちょっとした写真とか、うんうん、そういうオープンな感じだと嬉しい。サイトの向こう側に人となりだったりとか人物像が見えて、なんか充実しているような生活を送ってて、はい、そういう人だったら、ね、の風に見えたら、あ、ちょっと会ってもいいかなって感じるっていうことですよね。そうですね、うん、まあこれ重要ですね。質問とかもしやすそうだなっていう気がしますし、うんうん、はい、かなり重要だと思いますよ、そういうところっていうのは。で、そういうのを意識して、まあ、いい出会いっていうのを、まあ、たくさんね手に入れていって、でその中から理想の相手っていうのを選んでいけたらいいんではないかと思います。はい、では、まあ、今日のインタビューはこれで終了となるんですけども、最後まで聞いていただきありがとうございました。